はい、早速この川名のね室内とかロビーを伊原さん、はい、伊原さんに紹介してもらいたいと思います。でご案内させていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。お願いします。ではまずロビーの方へどうぞご案内いたしましょう。はい、お願いします。このロビー、川名ホテルとしてやっぱり一番川名ホテルらしいエリアになります。川名ホテル、先ほど築80年を超えまして、今有形文化財という認定を取っています。このエリアは有形文化財の認定を受けたエリアです。で、特徴的な皆様入っていらっしゃいました。入ってきて真正面、もう海が見えます。これはあの昔の財閥のロックフェラー財閥のオーナーが、やっぱりここは最高だと、これを真似たいと思ってハワイにホテルを作ったという伝説があります。これはちゃんと記述に残ってますね。あとこのホテルの特徴がやっぱりこのロビーのあの紋章でございましょう。あの紋章はホテルの紋章、つまり家紋とかであるこのホテルのために作られた紋章、和紙です。和紙、はい、和紙の紋章です。へ、横のは槍がゴルフクラブになると川名のホテルのゴルフ場、今の紋章のまま。でここで面白いところがたくさんあります。ロビーだけでも大変面白いです。あの暖炉見てください。あの暖炉、改装と改造当時は一切変えてません。現在も現役で動いてます。じゃあ冬になるんですか。はい、冬を越してちゃんと火を入れます。クリスマスツリーになって暖炉に薪を毎日渡してもいいです。80年間現役で動いている最適な暖炉です。裏にも暖炉があるんですね。表裏の暖炉で煙突が一つという設計されています。非常に面白くて非常に豪華な冬は来てください。ぜひとも非常にいい冬です。で、この、ロビー、天井がありますよね。非常に大きいです。この大きい空間はやっぱり男爵さんもお城の大広間を計算したと言われてますね。でここで言うならばそうですね、今このガラス上の3段全面は昭和11年から1枚も割れてません。昭和11年から現存したままです。81年間割れてます。ガラスを見ていただくと少し歪みますよね。昔のガラスはどうしても歪みがあるんで歪んでしまうことになります。だからこのホテルに関してはこういう面白いものがたくさんあります。あそこにエンブレムが見えますが、このホテルにはもう一つ隠れエンブレム、はい、ミッキーランドでいうと隠れミッキーマウスみたいなのがあります。そうですよね、普通気づきません。まず一番初めにこのエンブレムって言いますか、まあ、ホテルとして一番よりもお城としてあそこに上にフクロウの彫り物があります、はいはい、あちらにバラの彫り物があります、はい、これはヨーロッパの方ではお城、大きなお屋敷の守り神なんですね。ですからここはお城というコンセプトで作られたのではないかなということで証明されています、うん、でその各所の大理石を見てください。白い部分が手がバンバイした手がしてます。で胸がある手から足がありません、はい、向こうが手もいいです。バンバイ胸、あれは何かっていうと、あのエンブレムをここに大理石で埋め込んだんですね。これブックって言って大理石を2つに割って本みたいに書いて両サイド均等に作られたものなんですね。ただそのイタリアの大理石をその当時昭和中に何百万何千万に売れて2つに割ってその柄を探して作ったんです。ですからその当時としては非常にお金のかかったブック製法という仕立てになってデザインした。大理石をですね、あの形にして何個も何個も探さないと。そうです、何百枚何年前割ってこのデザインを作って、それを2つ作った。こことこことこことですね。そうですね、白い部分で手があって胸があって足があって、ね、すごいよ、何枚本当にね、はい、以上ロビーの紹介でした。すごいね。いやめっちゃいい景色。天気が良ければランドマークタワー。わあ。合わせて。あっちが富士コースでこっちがお城です。合わせて。芝生テニスコート。うん。芝はここでしか。芝ってすごい初めて聞きました。見える。嘘見える？グリーン上見えるよね。嘘。ナイス。どうどう。ナイスアプローチしてる。寄せワンできそう？うん。それはちょっと難しそう。あ、めっちゃ見えるじゃん、人の顔まで。あれはグリーンちっちゃいね、結構、うん、ここさ、難しいんだよね、なんかこう、あ、グリーンが景色見ながら受けるエステ。
会いたくないですか？来たいです。大丈夫ですか？ちょっと弱めますか？ちょっと弱めたいですね、はい、すごいこれぐらいどうですか？大丈夫大丈夫今日ね、花火あるなって私はコースのこのアップダウンが結構あったんで足にやっぱ来てます。今度ね、ゆっくり来てください。はい、ゆっくり来ます。ね、風呂入って温まってね、温泉で温まったんですと、すごくね、その後やっぱりお客様も眠くなってきたので、疲れが取れてきます。お風呂でーす。行ってきます。行ってきます。すごいね、お風呂ついてる。雨で髪がボサボサだね。髪の毛がボサです。じゃあ、行ってきます。バイバイ。バイバイ。お疲れ様でした。ちゅうちゃんすっぴん初じゃない？やばいね、顔がもう。かわいいよ。初すっぴん。お風呂入って。すごかったね、露天風呂はね。露天風呂やばかった。すごかった。景色がさ。景色がすごかったね。江ノ島ズドンだったの。うん。いや、露天風呂絶対入った方がいいですよ。うん、これはもう。そうですね。間違いないです。メインバーにやってきました。はい。はい、夜です。ラウンドが早く終わったので、ちょっとご飯前に一杯飲みたいと思います。行ってみましょう。飲みましょう。ちょっとカウンターに座っちゃいますか？バーにやってきたのでメニューを選びたいと思います。なんとメニューがバーディーとかドリームショットとかラブリー川名とか、すごくないですか？川名ホテルスペシャル、うん、ね。塩田さんとお酒飲むんですか？飲みます。好きかも。おお、選んじゃってもいいですか？うん、お任せでいいって、うん、じゃあ私と純ちゃんで決めちゃいましょう。そうだね、まあ、バーディーは絶対ね、明日のゴルフの縁起にもいいじゃん。うんうんうん、うん、じゃあバーディーは行こう。ラブリー川名とか、ね、okay、じゃあラブリー川名、うん、じゃあ川名ホテル、やっぱスペシャルだね。スペシャルだね、大事なの、うん、じゃあその3つで、別々の3つで行きましょう。そうだね、はい、お願いします。はい、かしこまりました。お、純ちゃんだけ色が違う。白い。白い。お疲れ様。お疲れ様。どれにしたの？私がバーディー。私がバーディー。ファーナスペシャル。ファーナスペシャル。ラブリーカワナ。はい。みんなこう赤が入ってるね。ね、かわいいね。いただきます。お。あ、超すっきり。うん、本当、美味しい。うん、どんとくる？どんとくる？飲んでくる？うん、飲んでみる？飲んでみる。結局みんな全部飲む。わ、これくる。来るよね。これは来る。でもこう。酒ですって。食後の一杯で、うん、ゴンってポンって寝れるね。そうだね。これはね、これはね、飲みたんじゃないなみたいな。そうだね。これちびちび飲みながら、うん、反省みたいな。いいね。うん。肘がやっぱちょうどいいね、うん、やっぱこう前のめりにさ結構なるじゃん、うん、夜ってなんだよ疲れたね。なんかこう酔っ払うとね、酔っ払うと絶対なんかこう、うん、ちょうどいいね。考えられてるのね、うん、もういいね、うん、お写真があるんです。これは大倉喜七郎男爵が日本に戻ってきて、車の免許って、まあ、車があんまり普及されてなかった時に後ろに伊藤博文さん、はい、あと有栖さん等がこう案内してるような運転してる写真なんです。あちらの方のソファーはなぜ背もたれがないか、これは昭和の初期に女性が着物を着て来られたんで、着物の帯が邪魔にならないという形で作られてるソファーと。結構座るのがふかふかで、ね、向こうだと思う。柔らかいって言うんですかね、ここ、うん、あ、柔らかい、うん、下が皮なんですか、ここ意外と、うん、あ、いい、いい4月1日にオープンしたての、はい、宿泊者専用の施設ということで、宿泊者、はい、トレーニングもできて充実してます。
ではそれではバーコンランにディナーディナーディナーに行ってきます行ってきます行ってきます。乾杯。お疲れ様でした。あ、飲みやすいね。美味しい、うん、さっぱり、うん、ハウスワインさっぱり、うん、美味しいです。これ何すごい気になってたでしょ、ずっとこの辺にあるの。これ見たことないよ、私。私知ってるよ。知らなさそうで、私めっちゃ知ってるから。これは、いや本当に私が知ってる感じよ、うん、エスカルゴあるじゃん、うん、持ってくり抜いて食べるやつ。本当、うん、視聴者の皆さんに、これ本当に私はね、あれで自信ある。エスカルゴ、うん、楽しみに。楽しみに。お楽しみに。何に使うか。でもちょっと高いの。まさかのエスカルゴです。すいません、これどうやって食べるんですか。はい、こちらのエスカルゴポークとトップの名前やりました。こちらで、これそうですよね、これ、ね、エスカルゴ食べるやつですよね。そうですね、こちらソヤの香草バター焼きになりますので、これを、はい、挟んで、そうですね、これでクリーンってやるんですよね。 でも本当はエスカルゴで食べるやつですよね。そうです、そうです。じゃあ貝の方は、私すごいさっきこれ絶対エスカルゴ来るかなって言ってて、こうサザエが来ちゃった。こうえこう、あ、でもこれ尻尾じゃないの。あ、こっちこっちこっちだよ。こう、うん、おー、すごい。ほら、私の力なく、あの、ほら、掴めてます。あ、正解は、ほら、視聴者のエスカルゴ。サザエだよ。エスカルゴじゃないです。まさかのエスカルゴが来ましたとか、さっき言ってるのね。サザエ、やばいやばい。サザエだよ。サザエでした。よ、わ、わだったね。わだ。よじゃなかった。よじゃなかった。来ないから先に展望台に来て撮影します。プールです。昨日より全然見えますね、全部が。めちゃ綺麗、すごい海。